ってことはですよ、先生が来ました。体を作ろう。もう遅いよ、遅い。8月です。まあちょっと家とかで、まあ、空き時間でやりたいなって思ってる方が多いと思います。はい、何やるかといったら今日は背中のトレーニングです。もしね、これ10回できるよって方がいたらコメント欲しいです。はい、じゃーん。これだいたいこれ買ったらみんなハンガーラックになる。今日は皆さんにパンチ力を強くするための筋肉をつけてもらいたいです。もちろん胸筋も大事、実は背中の筋肉すごく大事なんですよ。手を伸ばすときに止めるのって背中の筋肉なんですね。前に伸ばさないで止めたりするの。殴ったときに背中の筋肉も実は一緒に介入してるのがパンチなんです。だから皆さんにはこの懸垂という種目をやってもらいたいです。しょっぱなから懸垂を5回10回できる人見たことないです。最初今できる回数を数えてもらって、これがまだ2回しかできなかったら、これが5回できるようになったら、これは強くなってるじゃないですか、ね。うん、皆さんに自宅でできる、誰でもできる、懸垂のやり方の紹介をしていきたいと思います。超強いね、両方先生強い、体操の先生だから。はい、いいね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 、はい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 、いいねいいね、すごいよ、すごい、はい、強い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 、まだいける、まだいける、もういい、あとに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 、はい、そう、はい、もう一回、そう、こっからだんだん引けなくなるよね。で、ここからパンプしてきて引けなくなってきた、はい、引けなくなってきたら何がやるかというと、もうパワーが出ないんですよ。ってことはこう引けないんですよ、上に引けないよね。じゃあジャンプで止めなくて、ジャンプ止まる、ゆっくり伸ばす、はい、ここまで、はい、もう飛んで、はい、いい、はい、ゆっくり食べる、これね、はい、3アップ、そう、はい、シー、これここまで耐えてゆっくり伸ばすとこいったね、はい、はい、ラストもう一回、せーの、はい、オッケー、わかりました。これ何やってるかというと、腕相撲って実はこっちに行くときよりもこっちに伸ばされて耐えるときの方が実は強いんですよ。人間の体って引っ張られてるときの筋肉って力発揮がすごいされてて、今のは上げる局面をなくして伸ばされる局面だけを優位にしてます。だからかなり背中の筋肉が引っ張られることによって筋肉がめちゃめちゃつくんです。だから最初から引けない方、そんな方はぜひこんな感じで引き伸ばす、これだけで大丈夫なんで、まずはやってほしいです。で、外側のポジションで引けない方はこっちにしてください。手をこっち、こっちです、こうじゃなくてこっち。そうすると力こぶの筋肉まで使えるからなお引きやすい。逆手ってことですね。こっち、そう、こっちね。だからこっちも同じね。例えばこんな感じでだんだん、あ、引けなくなってきたなと思ったらジャンプで止まってゆっくり引き伸ばすまで耐えるだけを、まず1回もできない人はまずは5回3セット、ね、もう5回そもそも引けるよって方は、補助割で10回3セットって感じで、まずやってください。これやった時でパンチ力強くなるし、懸垂もできる、腕の筋肉も使うことができるから、初心者でも引きやすいのはぶっちゃけこっち、うん、まずはこっちでいいから、さっきのセルフ補助でまずは自分で5回10回引けるようになることを試してください。という感じで今日のマッスル講座以上でございます。皆さんの、懸垂とかできるようになった姿が楽しみです。コメント待ってます。